皆さんこんにちは。1986年4月8日、突如アイドルだった岡田由紀子さんは自ら命を絶ちました。あの悲劇から30年以上経ちますが、伝説のアイドル岡田由紀子さんとはどんな人物だったのでしょうか。そこで今回は、亡くなる直前まで岡田由紀子さんと一緒にいた事務所の元専務福田時男氏の話をもとに、遺書の内容や亡くなった原因を紹介していきたいと思います。岡田由紀子さんのプロフィールですが、本名は佐藤佳代さんといって、1967年8月22日愛知県一宮市に誕生。愛称はゆっこ。アイドルに憧れていた彼女は、中学2年の時にオーディション番組スター誕生に応募し、翌年中学3年生の時に名古屋地区予選に出場しています。ただ予選を突破したものの、本戦出場は厳しくなったのです。理由は両親が芸能界入りを反対したためです。それでもアイドルになるのを諦めきれなかった岡田由紀子さんは、母親とある約束をします。それは学年で1位、模擬試験で全国5位以内、地元の難関校名古屋市立工業高校に入学すること。この条件をクリアすれば、本戦出場を承諾してもらえることになったのです。岡田由紀子さんはその日からおよそ半年間猛勉強し、見事全ての条件をクリアし、本戦出場を果たしたのです。本戦では憧れの松田聖子と同じサンミュージックにスカウトされ、晴れて芸能界入りを果たし、堀越学園芸能コースへ編入。1984年4月、16歳でデビューすると、清楚な雰囲気と愛らしい笑顔が受け、ポスト松田聖子と称されたのです。晴れて芸能界デビューした岡田由紀子さんは、歌謡大賞新人賞、レコード大賞新人賞など、1984年度の新人賞を総なめするなどして活躍。最後のシングルとなった唇ネットワークは、憧れだった事務所の先輩松田聖子が作詞し、大ヒットを記録したのです。この曲で初のオリコン1位を獲得。名実ともにトップアイドルへ上り詰めた岡田由紀子さんでしたが、この曲の発売から3ヶ月後の1986年4月8日、突如自ら命を絶ってしまったのです。岡田由紀子さんが亡くなった後、遺書のような日記風のノートが発見されたそうです。その遺書の内容は、峯岸徹さんの名前はもちろんのこと、岡田由紀子さんが峯岸さんを思い、そのことが嬉しくて喜ぶ様が綴られていたそうです。一方で、その恋は成就することがないと判断し、真綿で首を絞められるような苦しみが実直に綴られていたといいます。サンミュージックの創設者である故相沢社長の話では、当時の岡田由紀子さんは仕事や恋に悩み、うつ病を患っていたそうです。遺書の内容には、峯岸徹さんに振られたことや、もう一度会いたかった、勝手なことをしてごめんなさいと書かれていたそうです。そんな岡田由紀子さんは、亡くなる日の早朝、自宅で一度目の自殺を図っています。結果的に一度目は未遂に終わったものの、元専務福田時男氏が危険を察して、岡田由紀子さんを事務所に連れて行ったのです。なお当日は岡田由紀子さんを6階の社長室に連れて行き、福田氏と付き人の女性が寄り添っていたそうです。福田氏によると、しばらく付き添っていたらしいのですが、相沢社長から電話が入ったため隣の部屋に移動し、その暇に岡田由紀子さんはもう一人の女性にトイレに行くと嘘をついて部屋から出て行ってしまったそうです。福田氏が電話を終えて部屋に戻ると、岡田由紀子さんがいなかったため探し回ると、屋上に病院から履いて帰ったスリッパが綺麗に並べられていたそうです。一瞬目を離した隙に岡田由紀子さんは命を絶ってしまったわけですが、肝心の自殺の原因について福田氏は少し苦しげに当時を振り返っています。一度目は関係を噂された男性への一途な思いが遂げられない葛藤に悩んだ末の行動だそうで、やはり自殺の原因は岡田由紀子さんが峯岸徹さんに恋焦がれ、叶わぬ愛を持ち続けて好意に及んだということでしょうか。しかし福田氏は、2時間後の自殺は一度目の未遂が周りに迷惑をかけた過ちへの
自責の念ではないかと語っているのです。要するに、あくまで男女関係が死の真相だったということを否定したのです。岡田由紀子さんは中学2年生の時にも未遂を図ったことがあったそうです。その原因ですが、母親の孝子さんの著書によると、岡田由紀子さんは幼少期から成績が良く、先生からの贔屓を同級生に嫉妬されたりと、そのことが原因で学校生活がうまくいかなかったことがあったようです。またちょうどその当時、ニコンのフレッシュギャルに応募することを母親や担任の先生に反対されていたことが重なったりして、気持ちが不安定になっていたことも原因の一つだったそうです。実家でガス自殺まがいの行動をしていたようで、母が帰宅するとガスの元栓が緩んでいて、途中で匂いに気づいて消した。だけどあのままでいたら自殺じゃなく自然に死ねたのにね、だけどやっぱり死ねなかったと説明したそうです。結局その後の岡田由紀子さんはニコンのフレッシュギャルに応募して準グランプリを獲得しています。中学3年生の時には大阪城で開催されたニコン中高生のためのカメラ教室の写真モデルになっています。そんな岡田由紀子さんには父親と母親の両親と姉が一人います。しかし両親は彼女の死後20歳の誕生日を待って離婚しています。離婚した際、姉は父親の方について行ったため、母親は一人きりになってしまったそうです。その後母親は精神疾患を患って長期にわたり精神病院に入院していたそうです。そしてその母親も現在は亡くなっているそうです。一説には母親の死因は自ら命を絶ったとされていますが、あくまで噂なので真相は不明です。また離婚した父親は姉夫婦とその子供の4人で暮らしていて、現在も健在ということです。岡田由紀子さんはトップアイドルとして絶頂期を迎えた1986年4月8日、所属するサンミュージックの屋上から身を投げ命を絶ちました。そして岡田由紀子さんの訃報が連日ワイドショーなどで報道されると、これに端を発した若者ファンの後追いが続出しました。そのため大きな社会問題に発展したのです。結局岡田由紀子さんが自ら命を絶った原因は何だったのでしょう。当時は自ら命を絶った真相について様々な憶測が飛び交うことになりました。まずその一つが1985年に放送された遺作ドラマ禁じられたマリコで共演した俳優の峯岸徹さんが原因とされた説。相手の峯岸徹さんとはこのドラマの共演で仲が深まり、当時は男女関係の噂がささやかれていたのです。岡田由紀子さんが亡くなった当日の記事にも遺書に峯岸徹さんの名前があったと報道されています。男女関係のもつれが死の原因とされたことに世間が騒然となったのです。しかし相手の峯岸徹さんは岡田由紀子さんが亡くなった当日の夜に緊急会見を開き、恋愛関係を否定しています。あくまでも兄のような存在で恋愛感情はなかったとコメントしたのです。また男女関係の噂に峯岸徹さんの名前が上がる一方で、神田正輝とも付き合っていたという話もあります。岡田由紀子さんは亡くなった時妊娠3ヶ月だったという噂が浮上しています。その相手が神田正輝という説が有力ですが、本当に妊娠していたかどうかは謎のままです。また一説によると、好きだった神田正輝が松田聖子と結婚したことにショックを受けたのが自殺の原因とされています。さらには岡田由紀子さんが神田正輝の子を身ごもったため、代わりに峯岸徹さんが責任を負う羽目になったなど、あらぬ噂まで立つ始末。結局峯岸徹さんも亡くなっている今となっては真相は闇の中というわけです。ちなみに仕事に疲れたり飽きたりすると女性の芸能人は恋を楽しむ傾向にあります。松田聖子さんや安室奈美恵さんなどもそうでした。これは長い目で見ればステップアップにもつながり、悪いことではありません。彼女の場合も報じられた年上俳優との関係が事実なら、そういう方向で何かを打開しようとしていたのでしょう。ですが彼女の試みは成功しなかったようで、結果死を選ぶ形となりました。それは運や巡り合わせより
その性格によるところが大きかったのかもしれません。中学時代にも自殺未遂まがいの行動をしたように、生きづらさから逃れるために死を考えるような性格だったのでしょう。事務所の先輩である松田聖子さんが85年に結婚したため、ポスト聖子の期待をかけられ、人一倍真面目な性格だった彼女にはそれも負担だったと思われます。また芸能人は大なり小なり、生まれ育った環境からの脱却を願ってデビューします。彼女の場合は父方が教育者の多い家系で、本人も優等生でした。その環境や立場の息苦しさが芸能や芸術への憧れを強め、猛反対を押し切っての芸能界入りにつながっていきます。ただ芸能人になったところで生きづらさが完全に消滅するわけではないので、結局彼女はまた死にたくなってしまったのではないでしょうか。偏差値世代の挫折などとも言われた、そんな彼女のありように子供や若者たちが共鳴したのがユッコシンドロームと呼ばれた現象です。この年の初めから目立ち始めていた若年層の自殺は、彼女の死によってさらに激増しました。またある記事では、岡田由紀子さんは枕営業を強要されていたという噂も書かれています。枕営業の相手は在日の人たちだそうです。なぜ相手が在日の人たちかというと、サンミュージックの創始者が在日の方で、会社自体が在日系だからだそうで、その金額は100万円から500万円までいくそうです。ですがこれも真相はわかりません。いかがでしたか？最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。